どうも、日曜日にこんにちは、おたべりです。あそのなんかめちゃめちゃテンションが低いですよ。日曜日の店長店長って言いましたよ俺。もうすいません、今日はちょっと病んでます。今日はいろいろあってここ2週間で病みました。私は2キロ痩せました。まあ理由はいろいろあるんですけど、なんかいい音楽流れてますね。いいですね、はい。そしたら2回目っていうことで、前回のいろいろ自分でも聞いてみて、できてないところもいっぱいあったんで、2回目はもうちょっとよくできるように面白く番組やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。うなぎさん、はい、起きてますか？あ、大丈夫ですよ、はい。で今回、第2回目は映像があって、なんと私仮面今日してないんですよ。ごめんなさい、ホームページであんなどうやってラスティとか言っちゃってるのに仮面してません、すいません。次回からなんかうなぎさんがやたらカメラ目線なんですけど、別に大丈夫です、そんな目線しなくて。気持ち悪いですよね、うん、だって前回もずっと映ってないのにね、カメラ見てましたもんね。そうなんですよ、割とカメラ好きなんですから。あ、カメラ好きですもんね。はい、そもそもカメラ大好きです。そうですよね。で私がラスティです。ラスティです、よろしくお願いします。どうぞ。はい、私は、うなぎのかば焼き、まあうなぎですね。あおみです。まあ、この3人で今回もやらせてもらいますので、今回なんかいろいろちょっと題名が、今日のテーマが、うなぎさんのこの考えたすでにそういう笑いはやめてもらえます、考えたやつなんですけど、人間という生き物についてっていうのを今日ちょっとお話3人でしていくんで、まあ、他にも全然オタクなお話もするんで、人間と生き物については完全に分野が違うのでなんでやっぱりちょっと近いですね、うん、なんか理科じゃない、なんだ、何ですかね、何っぽいんですかね。やっぱりちょっと、まあ、生き物として人間っていうのが何なのかな。そうです、まあ、そんな感じでやっていきますのではい、はい、よろしくお願いします。はい、それではさっき話した人間と生き物について早速いっちゃいますか。そうですね、うなぎ大先生。はい、まあ、とりあえず人間というものが何なのかっていうのをちょっと考えまして、男女と分かれるじゃないですか。ただちょっと足りないかなと、はい、足りない、はい、何が足りないんですか。まずそもそも、はい、その性別っていうものの前に眼鏡をかけてるかけてないとかもあるじゃないですか。全然意味がまるで分かんない、今日日曜日の昼間ですけど大丈夫ですか。で例えば、はい、ちょっとあの人なんだっけな、あの背が高くて眼鏡かけてて、はい、って男と女の前に眼鏡かけてるとか出てくるじゃないですか。そういうことね。そうなんですよ、その人を判断するための材料が眼鏡。そうなんですよ、ってことか。男の子女の子眼鏡の子っていうことですよね。もうなんか青美ちゃんは割と分かってるみたいだけど、俺はちょっとなかなか分からない。あれで、だってメガネっ子っていうジャンルがあるじゃないですか。ああ、
ああ、絡めてきてるっすね。そうですね、メガネっ子っていうのはやっぱり、うん、その燃えるとか対象になるっていうことはやっぱり、うん、性としていいのかな、うん、男女の前にとりあえずまずメガネそれメガネという生き物についてじゃないですか。いや人です、ね、人間という生き物について、はい、人間しかメガネ使わないですよね。使わないですね、はい、でやっぱり人間特有のなんか性転換みたいなもんですかね、メガネが。はい、それがでどういうことなんですか、それで何なんですか。そうすると、うん、あの人っていうものがこの生物を超えて性別を変えられる生き物なんですよ。わかります。ほうほうきましたよ、ほうきましたよ。深い。なんか服とか着るじゃないですか、基本的に生物っていうのは服なんて着ないじゃないですか。着ないですね。ですよね。あ、生物がね、犬とか猿とか、まあ、着れないと思うけど、はい、うん、じゃあ人間っていう生き物が何だろうなって考えた時、服も着るし、うん、なんかおしゃれをしたりとか、うんうんうん、まあ、メガネをかけるじゃないですか、うん、それによって性を変えていける生き物かなと。え、じゃあ男の人がカツラをかぶったら女になれるみたいな、うん、そういうテンション、ね、あの男装女装ありますよね、はい、だそういう楽しみってやっぱり、うん、あの生き物としての楽しみなのかなっていう。なるほど。どうですかね。どうなんですかね。なかなかその仮面かぶってドドドゴゴガガガガでね言われても、そうなんですよ、なかなか難しいことはあるんですけど、まあ人間と生き物についてっていうのなんか微妙な感じで終わっちゃってるんですけど大丈夫ですか。大丈夫じゃないですか。多分誰にも伝わってないですよ、はい、伝わらないです、うん、やっぱうなぎ目線からだとちょっと伝わらないですかね、うん、なかなかもっとね時間をかけないとダメかもしれないですね、うん、うなぎの前からやり直したら一回。そうですね、うん、やっぱ人間になるところから。あ、どうやったら人間になれますかね、うなぎっていうのは。どうなったらなれるか。ああ、うん、私に振ります、うん、うなぎから人間ですか。いいよ、もうそのどんどん来ちゃって。あの結構人間に近いものはあると思うんで、まあ、あとはどううなぎの心から脱するかですよね。そうですね、うなぎですからね、人間に近づくためにでも人間ってなんか生きてて絶対に必要なものって出てくるじゃないですか。お金稼がなくちゃいけないとか、はいはい、なんかせっかく生きてんだからなんかやろうよとか、はい、こう別にただ生きてるだけでよければニートとかだっていいわけなんですよ。確かに、ね、ニートになりたい。そう、もうみんなニートになりたいんですよ、はい、なりたい。でもなんか煙たがれるじゃないですか、はい、何してるんだとか言われるじゃないですか、はい、じゃあなぜ言われるのかと、はい、それ人間らしく生きなきゃいけないその人間って何なんだろうなっていう。はい、ああ、めちゃめちゃ中二病の発言じゃないですかそうなんですよ、さすが世の中から遠ざかってるうなぎさん。そうなんですよ、できる限り何にもしたくないんですよ、好きなことだけしてたいけどでもねやっぱりほらね、お金っていうのがね必要だから。そうなんですよ、天皇賞やってるでしょ。あ、そうですね、今日もとても天気が良くて競馬日和で、私の大好きなエイシンフラッシュも、あ、ちょっと、はい、ちょっとその人間という生き物から外れるんですけど、はい、今日どこでやってん、天皇賞今日どこでやってるんですか。東京競馬場。あ、競馬場ですか。はい、すぐ、じゃあ割と近くでしたっけ。そうです、競馬場府中でしたっけ。ちょっといいですねじゃエイシンフラッシュ俺も好きっすよ。エイシンはいいですよね、はい、でもジェンテル、ごめんなさい、あ、いいえあのジェンテルゾンナっていうすっごい、もうすごい馬がいるんですよ、うん、ね、そうなんですよ、こうに後ろからこう来て最終コーナーで一気にこう群れをボーンってぶち抜いてくるね。そうなんですよ、ジェンテル勝ってほしいな今日。勝ってほしいですね、うん、誰が今日は勝ち馬に。まあそうですね、ちょっと穴狙いでオーシャンブルーなんて言ってもらうと、ちょっとマニアックですねやっぱり、はい、誰が乗ってるんですか。オーシャンブルー確かあれですよね、内田さんでしたっけ。間違ってたらごめんなさい、内田さんだった気がする。あ、見ましょうか。はい、はい、まあなんかじゃあ見てる間に
人間と生き物をそうです、ね、やめます、人間と生き物いやでも人間って何なんですか。人間じゃないから分かんなくていいと思うんですよ。あ、そうですか。うなぎなんだから、はい、別に ね、 ね、知りたかったんですか。そう、どうしてもなんか眼鏡が描きたか、かけたかったんですか。眼鏡もそうですよね。だって伊達眼鏡する人いるじゃないですか、はい、あれは性転換をしたい願望があるけど。あ、そうなんですか。視力がこの悪くないのに眼鏡をかけたいっていう願望があるわけじゃないですか、はい、ああはいはい。基本的に視力悪くならないと眼鏡かけないし、うん、でもその眼鏡が嫌だっていう時はやっぱりコンタクトレンズとかもあるじゃないですか。そうですね、逆もありますよね、はい。ちなみにうなぎさんのなんかポジションが悪い。あ、そうでしたこの辺でいいと思うんですよ。すごくなんかこう入り込む、ここでいいんですよ、ここで、はい、そう、OK です。そうなんですよ。どうなんですか、メガネかけたいと思ったことあります。でも伊達メガネとかたまにかけますよ。そういう時ってやっぱりどういう心境で、うん、なんかでもそうですね、なんか守りたいじゃないけど、うん、本当の自分を隠したいみたいな、あ、偽りたいんですよね、これで。やっぱりなんかこう精神的に何か違う自分の変身願望みたいなかもしれませんね。なんかサングラスとかと一緒じゃないですか、うん、サングラスかけてるとなんか強気になれるみたいな。あ、そうそうそう、そういう感じ。そんなことを話してて、あのあれなんですけど、オーシャンブルー内田さんですね、やっぱり。あ、そうですよね、見つかりました。っていうか、あのジェンテル岩田さんじゃないですか。そうですよ。いや、これやばいですね。あれ、はい、毎回岩田さんでしたっけ。去年も岩田さんですよ、ね、これ完全撮ったっすねこれ完全撮ったっ、ね、ただ近くに武さんがいるっていうのがね、たけさん、たけさん100勝がかかってるですからね。あ、まだあれから99、重賞なんか G2 か G3 取ったんですよね。 それが99だったんですよね。 G1 で G1 通算100勝まであと1回、はい、これを、あ、それでこの間凱旋門賞で、そうなんです、絆で取ったら100勝でやばかったっていう、そうなんですよ、かなりおめでたいことだったんですよね。はい、なるほどなるほど。エイシンフラッシュデムーロです、ごめんなさい、なんか競馬の話ばっかりしてまた怒られるんですよ。そうなんですよ、この間も怒られて怒られてるんですか。お金の話ばっかりしてるってなんかねひどい話ですよねだから世の中金だって言ってるわけじゃないですか。人間と生き物ですか、はい、人間と生き物はお金がないと生きていけないんですよ、はい、結局そこに持ってったっすねうまいとこ持ってったつもりだと思うんですけど、はい、そんなうまくないですよ今。あ、本当ですか、はい、でもまあ、うん、そうですよ。何ですか。やっぱり人間は人間なんですよ人間が人間以外になりたいで、どうしても、いや、ちょっと空を飛びたいなと思って、はい、でも人間である以上、飛行機とかなんかちょっと鳥人間コンテストでも、はい、結局翼をつけたりしないといけないわけじゃないですか、はい、動力がないと、はい、人間の力だけで武空術っていうのを完成させたいですよね、ドラゴンボールで言えば。武空術はでもだってできると思いますよ、訓練すれば。嘘、ちっちゃい頃やんなかったですか、訓練、うん、訓練、集中して気を集中して、なんかなんかあれ誰かが教えてましたよね誰が嘘でしょ。じゃあ一旦 CM 行くんでお願いします誰でしたっけ言ってた。はい、
そしたら人間という生き物についてはそろそろうなぎさんにねまとめてもらいと、ごめんなさい、病んでるんで噛みます今日すごく、ごめんなさい、どうぞまとめてください。なんかもう飽きたっていうことなんで、とりあえず人間っていうのはいいかな、それなりに頑張って生きていきましょそういうまとめう。方、ダひメどですいひか？どい。もうね、グダグダもいいとこですよ。事故、今事故。あ、事故ですか？今、かまほられたぐらいする。はい。完全に。いいんですか、それで。俺、まとめる能力はないんですよ。はい。まとめる能力、多分ないんですよ。他に能力があると思うんですか、じゃごめんなさい、悩んじゃ決しうて、ね、決して そんなリアルに悩まれても困りますけど。世の中生きていくって難しいですね。難しいです。なんか、じゃあいいです、俺はまとめます。人間と生き物についてなんですけど、これはうなぎさん曰く、人間というのは生きるのは難しいっていう、要するに死ぬも生きるも地獄、そういうことですか。そうですね。じゃあそれでまとめちゃいましょそうですね。う。はい。そして世の中金ということで。そういうこと。はい。はい。そういうキャラでいいですか。あ、いいんじゃないですか。はい、わかりました。はい、こんな感じで。すみません。ドロドロですね。ドロドロ以上だよね。血生臭い。何なんだろうね、もそこはまあでもほらアニメとかでも正義か悪かいろいろあるじゃないですか。まあ人間だって正義か悪かあ、じゃあと。とりあえずなんか結構そんなに全然つまんなかったんで、ご見舞いしてくれていいですか。じゃあ、視聴者の方に映像今日出てるんで、ちょっとはい、これ入りすぎなんですよ。あと、そしてさっきから言ってるんですけど、ジョジョのちょっとじゃあゴゴゴゴこれ気をつけてくださいね。目線で、目線そこっす。あ、すいませんね。じゃあ、もうこれこれで許してあはい。げてください。ちょっとクオリティ徐々に上げていくんで。だんだんちょっとずつ、うなごさん、はい、はい。徐々な感じで。で、徐々な感じでそのままちょっともう一つお話ししちゃいます？喋っちゃいます？はい。ジョジョといえば正義。正義といえばガンダム。そうでガすンダね。ムいっちゃいます？色一緒っすよ、ガンダムと。ガンダム、ホワイト。でもガンダムもちょっとガン正ダ義。ム全然ちょっと私わからないんで、結構教えてほしいですね。やっぱりガンダムも別にジオンが悪いとかっていうわけでもないんですよね。ジオンってどれでしたっけ？赤い服着てる人っすか？一応宇宙で生まれた人たちがジオンっていうんですか。そうですね。地球で生まれた人たちと宇宙で生まれた人たちの戦いみたいな。はい、そんな感じですね。それだけですか、ガンダはい、ム。特にそこまで俺ガもンそダんムなには、ガンダムは悪いのはシャアなんですか。シャアが敵。まあシャアは敵ですね。アムロは、アムロは味方ですね、設定的には。侵略してるのはシャア。そうシでャアすをね。率いる。何軍団って言うんですか、あれと、あれは。それがジオン軍ですよね。シャアがジオン軍。はい。アムロ側は？アムロ側は連邦軍ですよね。連邦人軍。間？地球人ですか？地球人ですね。あ、住んでるとこ地球なんですか？そうですね。ガンダムは本当にちっちゃい頃しか見てないんで、本当わかんないんですよ。覚えてないんで、ちょっと。俺でもそんな詳しくないですよ、ガンダムは。あ、そうなんですか？うん。へえ、ザなんクかはどっちなんですか？ザクはジオンの方にいるっすよね。ジオン軍。あで、れは、はいはい、どうぞ。赤いのもシャアが乗ってて、それがちょっと出力高いよみたいな。出力っていうのは3割増しなんですよ。なんかタクシーみたいですね。30%、ちょっと速い、その速さについていけないみたいな。なるほど、なるほど。なんそかんな感本当じにです。こう、どんどん中入っていくっすね、椅子。俺、ダメですね。放送に向いてないのかもしれ 放送に向いてるんですよ。この、多分固定された椅子の方がいいですね。がっちり固定されね、ずっと徐々にこう動いていっていく。ザクっす昔か。から、あ、そうですね。昔から落ち着きがないって言われてる。ダメですね。なるほどね。で、ガンダム最終、どうなるんですか、結局は。最終的に決着がつつくくんでようすな、か。つかないような、毎回なんか、曖昧ですかね。なんか一いろ応、いろ連シ邦リーズ軍、があるんですよね。そうですね。G ガンダムが一番好きなんですよ。G ガンダム。はい。それはどういう内容なんですか、G ガンダムって。なんかガンダムで殴り合いする。
ガンダムで殴り合い、はい、あのみんな邪道邪道って言われる、はい、くくりが広すぎてよく分かんないんですけど、ガンダムザガンダムで G ガンダム、完全に今聞いてる人ガン G ガンダムはガンダムとガンダムが殴り合ってるだけなんだなって思っちゃうんですよ。あ、もうそれだけ、ほぼそれだけ。あ、そうなんですか、はい、地球にリングがバーダーダーダーって広がって、はい、はい、地球になんか輪っかのリングがあるんですよ、はいはい、それで、はい、ガンダムトーナメントみたいなのが始まって、へー、でとりあえずもう本当に北斗の剣張りに殴り合うんですよ。へー、あ、それだけなんですか G ガンダムって。まあ人間模様はいろいろあるんですけどね。人間模様、はい、デビルガンダムが出てきたりとか、すごいのが出てきて、はい、それを倒したりとかするのに、はい、なんか素手で向かっていっちゃうみたいな。素手で、はい、人間、生身の人間がですか。あ、もう生身の人間でもうモビルスーツとかバッタバッタ倒すですね。あ、超面白そうですね、はい、東方腐敗というのが、まあ、超強いんですよ。へえ、見たいそれ見たいですね、はい、ちょっと超面白いです、ね、見ましょう、はい、うん、今度 G ガンダム、なん G って何の意味なんですか。ガンダムガンダムザガンダムを決めようっていう。ガンダム、あ、で G がガンダムで、でガンダムもガンダムなんです、はい、ガンダムはよくプラモは作ったんですけどね。そうですね。なんでミニ戦士みたいな、んでしたっけあれ、あったっすよね。あ、なんかガン消しみたいな、このぐらいの箱に入っててガンダムのちっちゃいの。そうですね、 SD 戦士だ、戦士超作ったっすあれ。あれやりましたね。あおみちゃんわかる、わかんないです、わかんないし、なんか全然わかんないです。ほんとこのぐらいの拳の半分ぐらいのガンダム作る、うんうん、プラモデル、 BB 戦士、あ、 BB 戦士だ、あれ BB 戦士、それもあったんですよ、うん、そういうのね結構流行ったんだよね、うん、この1983年ぐらい、80年ぐらいの人たちの間で、そう、それもガチャガチャとか、そう、遊び方が、うんうんうん、遊び方がちっちゃい子供が一生懸命作ったガンダムをただただぶつけて終わるっていうそういう感じだったんですよ。そうなんですよね。でバラバラになって最終的に喧嘩して泣いてっていうねでレアなやつ持って「えい」とか言うと「貸してみろよ」っつってポイッと本投げられて、はい、竹やぶの下というそれは うなぎだから竹やぶないでしょそうですね。どういうこと竹やぶの辺なんでしょう、うなぎだから住んでるところが。あ、そうなんですか。 川だから。あ、まあ生息できないこともないですね、やっぱ海がでもいいかないいですよ今日海帰って。あ、本当ですか全然いいですもん、はい、むしろ帰ってください。あ、そうですね、そのままどっか行っちゃえばいいじゃないですか。そうですね、はい、帰らせていただいて旅にね。そうですね、次回はじゃあうなぎじゃないかもしれないですね、はい、そうですね、成長して、うん、うなぎが成長するとどうなるの。うなぎ成長するとほらね、そうですよね、ね、そうですよね、ほらあれじゃん、かば焼き、かば焼きになっちゃうそれ成長したっていうか加工されてるんですよ取られちゃった、うん、行き着く先また結局行き着く先ですか、ね、そうですね。あともう時間ないですけど、あれですよ、結果出ちゃってるんじゃないですかもう、はい、ああそうですね、そろそろ結果が、いやでもこれはちょっと伏せといた方がいいかもしれない、はい、伏せといた方がいいですか。はい、また気になっちゃって眠れなくなっちゃう。眠れなく、携帯いじんなくていいですよもう家じゃないからね、ここスタジオですから、れっきとした。そうですね、ここ家ですか。いや、そんなことはないですよ。そんなことはないですか、はい、大丈夫ですよ。ほんとマイペースですよね。すいませんねわー、すいませんねって、これか。ねえねえねえ、なんか口癖って言ってませんでした。あ、そう、口癖。そう、そうなんです、うなぎしさんの口癖、はい、すいませんか、どうにかなる。そうですね、どうにかなるはどんな感じで言うんですか。どうにかなるっていうか、あ、なんかできるんじゃないんですかねっていう感じで、あ多分なんとかなるんじゃないんですかねっていうそんな感じで、はい、何でも押し切ろうとしますよね本当に。そうですね、なんかやったもん勝ち。うなぎ伝説もちょっと自分いっぱい知ってるんで、あのぜひ聞いてくれてる方にうなぎってやばいんだなっていうのをちょっと伝えたいんで今度話しますので、今日はもうちょっと時間もそんなにないんで、ちょっとこれ話すと多分3回分ぐらい使っちゃうと思うんで本当にすごいですよこのうなぎって人、なんかに、うん、人間ではないですね本当に一緒に言うと分かりますそういううなぎさんですね。そうですね、はい。
はい、そしたら今回は人間という生き物とガンダムからなんかうなぎさんの話になっちゃってごめんなさい、はい、もっと次回はもっと気合を、気合、いつも気合入れてるんですけど、どういう気合の入れ方お願いします。気合の入れ方ですか、あれやってください、これどうですか、うりゃおいを、うりゃおいですか、はい、ちょっと気合入れてくださいよ、注入してください、次の放送のために。あ、それはちょっと危険ですね。じゃあうりゃおい言いますよ、うりゃおいでしょ、うりゃおい、ね、テンションが低いから、はい、もっと、うりゃおい、はいまあこうやって感じでまあうなぎさんはこれ、うなぎさん、うなぎさんはこれでいいんですよ、これで、申し訳ないですね、これだからいいんですよ、これがうなぎの良いとこ悪いところですね。で次回かまだちょっと分かんないんですけど、いろいろ考えてることがあって、TO と言われる方に、とあるアイドルの TO の方にもしかしたらゲストで次回、その次かもしれないですけど来てもらえるかもしれないんで、ぜひその時もお楽しみにしてください。次は多分アイドルネタとミラネタいっちゃいますかね。そうですね、はい、シェフチェンコっつってサッカーのシェフチェンコネタ、サッカー大好きなんで、今日もミランカラーにちょっとこうチェック、ね、赤 でも全然わかんないでしょ、ミランっつっても全くわからないですね、イタリアのミランだなぐらいでしょ、ミラノだなっていう、いや、そこすらもあ、分かりました。サッカーは見ないんですね。でちなみにあと、もう1分来ちゃったんですけど天皇賞結果出ちゃいましたよジャスタでジャスタでいいですか、ジャスタ、ジャスタでいいですね、ジャスタでいいです、いやジャスタでいいです福永さんですよね、いやもうジェンテルが2着だから、もうちょっと今日もうあれです俺テンション低いっすよ、さらに病む2週間で病んで、最後の日曜日に病んで、どうしよう、落ちて落ちて落ちて、エンシンはとりあえず酒飲みますか今日は夜はそうです ね、お酒でも飲んでパーッと、あだこうだ、あじゃねこうじゃね、あじゃねこうじゃねやっちゃいますあじゃねこうじゃねそうだそうだっつって、じゃあぜひ次回日曜日、再来週の日曜日、ね、おたべりもっともっと面白くやっていきますので、はい、ぜひまた見てください、お願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました。